皆さん、眉間のシワに悩んでませんか？この眉間にシワが寄ってしまうと、男性は怖く見える。女性は老けて見えるんです。これ実は、ここにある尾毛下正筋っていう筋肉が、日頃、ぎゅーっと力を入れる意識をしてしまって、どんどん強くなって、ずっとこんな顔になるんです。これを一発解消するマッサージ、やっていきましょう。まずは人差し指か中指、どちらでもいいです。この鼻の付け根の部分を、縦に1分間動かしていきます。スタート。1分間、人差し指でも中指でもいいです。やりやすい方でね、やってください。上にね、ピコピコ動かしていきます。ここの筋肉をね、こうほぐしていくことでシワが広がっていきますから、ゆっくりね、軽く押して、まあ、力加減はですね、なんか鉛筆って書いたのをね、消しゴムで消すぐらい、あんなイメージかなと思ってください。よくタッパーとかをね、洗ってキュッキュッキュッって鳴らしますよね。あんなイメージでね、キュッキュッキュッと縦に動かしていきましょう。これをね、毎日一回やっていくことで、すごいね、眉間シワなくなってきますからね。コツコツとこれを続けていくと、はい、オッケー。今度は片手でど真ん中を上下に押しながら動かします。押しながら。まあ、人差し指でもね、いいと思います。押して、キュッ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 と。これでね、眉間のシワがね、なくなってくるとね、結構ね、こう顔がすっきり、こう笑顔がね、作りやすくなったり、顔が軽くなったりします。やっぱここにね、力が入ると、どうしてもね、こう頭が重く感じたりとかね、こう首が凝りやすくなったりとか、いろんな原因がね、こっから起きたりもするんで、ここをね、ほぐすだけでも全然違うんですよね。ここをコツコツとキュッ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 と。まああんま強くするとね、赤くなっちゃうんで、まあ軽くでいいです。表面の皮をね、こう動かすぐらいな感じで、十分筋肉がね、ほぐれますんで、ゆっくりとね、ちょっと押しながら、キュッキュッキュッキューっと、そんな感じでいいです。その力加減でいきましょう。はーい。で、今度はこめかみに親指合わせて、2本指で真ん中からちょっと外にね、引っ張るイメージで動かしていきましょう。はーい、これでゆっくりね、ゆっくりこう、指で刺して広げるイメージ。キュッ。キュッ。力加減をね、軽くでいいですよ。うん。やっぱりね、私もまあ40代になって、こうパソコン見ながらね、ついつい眉間にシワが寄ってたりとか、スマホ見ながらね、気づいたらね、たまに映りますよね、自分の顔があのスマホに。あの、なんか表面に。めっちゃ眉間シワ寄ってるって思うんですよね。こう、だんだんとね、本当に、シワ寄せる癖がね、ついちゃうんですよね。その癖をね、やっぱりタートルもね、嫌だなーって思って、気づいたら眉間にシワ寄っちゃってるから、これやってったらね、本当に改善されたんで、またね、これやらなかったらまだね、力がこう入っちゃうから、やっぱり毎日ね、1回から3回ぐらいできたらいいですね。はーい、オッケーです。どうですか？なんか顔、軽い感じしませんか？ここがね、軽いとね、ほっぺたもなんかね、軽いんですよね。これをね、お風呂上がりとかだったらね、やっぱりまあ顔の筋肉、ほぐれてね、ここもほぐれやすいんですけども、やっぱり女性はなんか顔にね、塗ったりすると思うんで、まあお風呂の前とか、化粧する前とか、いいと思います。男性はね、やっぱり化粧とかしないし、お風呂上がりあまり塗らない人多いと思うんで、お風呂上がりとかにね、こうやってやられると、表情が良くなると思います。続けてみてください。やってみてね、どうだったよっていう人はよかったら、グッドボタンやコメントで教えてください。チャンネル登録してない方はね、ぜひぜひよろしくお願いします。